夏コミに行ってきました。20代後半にして初めて声優さんの生もの本を買ってしまいました。神谷さん×小野 D、他 DGS 関連がメインでした。正直男としてこれはどうなんだと悩んでいましたが、サークルの方からあなたでディアナ・ガイは7人目ですと言われ、ああ俺だけじゃないんだと何かが吹っ切れました。へえですって。ああそうなんだ。はい。声優さんの生物本って何ですか？わかんないです。キャラ同士じゃなくて声優さん同士ってことなんじゃないですか。はあはあはあ。これで言うならまあ神谷さんと小野 D が気持ち悪いよ。なんかこういろいろ気持ち悪いよ。でもほらなんか別になんかな気持ちはわかんないですよ。普通に喋ってると漫画かもしれないじゃないですかこれ。普通に喋ってようがそんなんどうにかしてますよ。そんなことはそんなもう33にもなるねこんなちっちゃいおっさんを取り上げて何したいんですか。本当に勘弁してくださいよって話ですよ。いや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 楽しいんですって。だってそれは絶対に見れないし聞けないことじゃないですか。まあね。それをここで保管するんですって。ああ漫画で保管する必要ないよする必要ある。うほさんまあとか、うん、まあ女子もそうですけど。そうですか、うん、まあそうですか。はい。ディアナ・ガイは7人目だと。はいですって。7人の男たちが、はい、選ばれた男たちが、はい、買ってっちゃったわけですよこれ。買っていったわけですか。うん。本当何すんだろうね。まあ何すんでしょうね。すげえな。すごいですね。世の中にはいろんな需要があるんだな。そうですね。みんな世の中の男どももさ、うん、希望を捨てずに生きていけるな。そうですね。ああ、うん、なんとなくこんな俺でも需要あるぜっていうところがさ、これでみんなに伝わったはずだぜ。いや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 、ほら神谷さんは神谷さんですから。うん、ね、そうだね、うんうん、僕は佐之助じゃないからねそうですね。そういう意味じゃない。はい、そういう意味じゃないですけど。佐之助どうしたの、元気？あ、ダメですね。今日ダメですね。持ってこないですね。どうしたんだろうね、佐之助ね。その間に続きいきますよ。かわいそうなことになってる。次、次いきますよ。大丈夫？